ある生徒さんが、このサウンズがなくて is じゃダメなの、 she is great じゃないの、いいですよ、 is でもいいんです、 is でも sounds でもいいんですが、Hello everyone, this channel is presented by Language. My name is Yuki from Ginza Rakuchou School. The lessons at Language are designed to practice conversational English. This video will be perfect for anyone who wants to learn about English grammar. Let's get started. 皆さんこんにちは。本日は Direct English Level 2 Unit 14 Lesson 3 New Friends のスライド、ストーリー、そして文法解説をしていきたいと思います。本日のストーリーは、バーテンダーのケビン、ディーンのフィアンセのエレナ、それからインターンのディーンがラジオレポーターのヘザーを待ち合わせの場所で待っているところから始まりました。エレナが事前にヘザーにどのようにケビンやディーンのことを話していたかというところに注目して、このストーリーを見ていきたいと思います。それでは早速最初のポイントになります。こんなフレーズがありました。Even met her yet, have we? というふうになっています。これなかなか難しいかと思うんですけれども、ディーンの質問が取り留めのもない質問でしたよね。 What do you think? いきなりですよね。どう思うケビンというふうに言ってます。ケビンが、いや彼女にまだ一度も会ったことないんじゃないの、だから知るかよっていうような言い方ですよね。ということで、We haven't even met her yet, have we? というのは、会ったこともないだろう?じゃない?っていうふうに言ってるんですね。このように、じゃないっていう語尾の部分、こういうのを、まあ、不可疑問文というふうに呼びますが、呼び方はどうでもいいとして、haven't というふうになっていたら、お尻の部分は have we というふうに否定になっていたら、否定じゃなくしてだよねって聞くんだよっていうことを別のビデオでも言っているかと思いますので、ぜひぜひまた確認してみてください。 even という言葉が入ってましたが、さえも会ったことさえもないじゃない、だからなんだよって聞くなよっていう感じですよね。でディーンも変な質問したなっていうふうに思ってるのかいの、そうだよね、でもさ、ヘザーってさ、すごい面白そうな人じゃないっていうふうに言ってます。 She does sound interesting。 ポイントが3つあります。というのもやはり、語尾に doesn't she っていうふうになってるんですよね。もう doesn't she とか haven't we とかやめてよというふうに思う方、やめません。頑張って勉強しましょう。 doesn't she っていうのは、今回は元々の文章が doesn't になってないから、 doesn't she になって、後ろにだよねって言って聞いてるんですよね。なので doesn't she じゃないって聞いてるんです、彼女って。次のポイントです。2個目、 interesting じゃないっていうふうに言ってるんです。さあ、 interesting というのは面白いというふうにしばしば訳されますけれども、ある生徒さんに interesting と funny の違いは何ですかっていうふうに聞かれました。 interesting は興味深いような感じです。もっとこの人を知りたいなっていうような興味深さの方の面白さ。 funny っていうのは面白い人のことです。なので funny と interesting、 ヘザーについては興味深い、興味を惹かれるような人だよねっていうふうに言ってるということです。もう一つ言わせてください。She does sound というふうになっていました。この does なんですけれども、この does は何かというと、強調の does というふうに言います。例えば do、 もしくは今回みたいな does、 もしくは did なんていうのを主語の後ろに突っ込んで、それが本当にそういうふうな気持ちだよっていうのを強調することができるんですね。なので例えば皆さん、Do you like pizza? ピザ好きですか?うん、好きなら I'd like pizza. Yes, I'd like pizza. っていうふうに言ってもいいですよ。でも今回ピザが好きだっていうのをすごく強調したいっていう場合には Yes, I do like pizza. っていうふうにここに do を突っ込むことができるんですね。このようにして does、今回のように She does sound interesting だったら、とっても面白そうだよねっていう風にここの does で強調しているということです。しっかりと見ておいてください。次です。Q
ケビンで、やはりこんな風に言ってます。 She sounds great。 ケビンは強調の does を使っていなかったので、does を使わない代わりにサウンドの後ろに S を残しておいてあげるようになります。 She sounds great。 ある生徒さんがこの sounds がなくて is じゃダメなの、 she's great じゃないの、いいですよ、 is でもいいんです、 is でも sounds でもいいんですが、今回の場合ディーンとケビンはヘザーに会ったことがないので、まだ人づてで聞いただけですよね。なので She is great というふうに決めつけることができないので、 She sounds great というふうに言っているということです。あくまで聞いた話だから She sounds great というふうに言っているということがお分かりになるかと思います。もちろん She is great でもいいんですよ。ただまだ決めつけられないので、sounds になっているということです。今回ですね、 She said the same thing about you too。 あなたたち2人のことをもについても同じように言ってたわよっていうことですね。 You too というふうな言葉もありましたけれども、この You too 難しいですよね。 You too、 あなたたち2人についても同じようなことを言ってたわよってことです。で、 Describe 表現する、どんな人かっていうのがKevin is tall, he's nice, and he's very funny. で、Dean's good looking, and he's very friendly. というふうに言ってます。そして、ケビンが、俺は以前、物理学者だっていうことを言ってくれた？以前、物理学者として働いていた今回のテンプレート。散々私のレッスンの中で、リピートをたくさんしましたよね。I used to work as a physicist、このまま覚えてしまいましょう。以前は as 以下のこととして働いていたよということです、used to do っていうふうに do 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 っていうふうにならないようにしてくださいっていうお話をしましたよね、used to work as a physicist っていうふうに言っています。で、そうだったのって聞いたら、いやそうじゃないんだけど、フィジシストであるとインプレッシブに聞こえるじゃんっていうことです。ちょっとカッコつけですよね、そんな風に言っていて、やはり doesn't it という風になっていますから、やはり後ろでだよねっていう風に言いたいときは、後ろの部分が肯定文、doesn't 何も doesn't とかがついてなければ後ろが doesn't it になるということです。ひっくり返して使おうねということですよね。そして、3人4人がになって、そして自己紹介をして終わりだということです、うん、はい、以上になります。で、他の生徒さんから結局なんで物理学者じゃないのにヘザーは物理学者だっていうふうに知ってたのっていう質問もいただきます。You are the physicist というふうにヘザーが言っていますけれども、これはビデオをよく見ていただければわかると思いますが、ビデオでヘザーが後ろでもう盗み聞きしてるんですよね。なので、ケビンがカッコつけて物理学者だっていうふうに言おうとしているという、その、作戦がバレてるっていうことです。バレてるから、あなたが物理学者ねっていうふうに言って、まあちょっと決めつけて聞いてたわよっていうのが皮肉に分かるようになってますよね。はい、私の方からストーリーでは以上になりますから、続いて、私たちが後半でやりましたエクササイズを一緒にやっていきましょう。エクササイズの前半と後半ほとんど一緒なんですけど、何が違うかというと、前半はヘザー、ラジオレポーターのヘザーとアンが直で話している。だから、アンが自分の話をするとき、アイになって言っていたかと思います。でも後半になりますと、ディーンとヘザーがアンについて話していますので、ディーンがあくまでアンの話をしますから、主語は C になっているんじゃないかなっていうところで気をつけていただきたいということです。エクササイズで、What do you do for a living? というふうな、フレーズがありましたが、For a living というのは、直訳すると、生活するためにとか生きるために何をしますか、まあ、空気吸いますとか、なんかが3食食いますとかじゃなくって、そうですね、生きるために何をしますか、
これは言い方はちょっとかっこよくなってますが、 What is your job? と同じ意味になりますよ。なので仕事を答えてあげるということです。まあ日本語でもありますよね。かっこよく言えば、何をなりわいにして生きていらっしゃいますか、何をなりわいにされていますかとか、そんないろんな言い方があるののかっこいいバージョンだと思っていただければいいかと思います。で、ジェネラルマネージャーですよ。ずっとジェネラルマネージャーだったんですか。はい、ここがポイント。 I used to work as a receptionist、このままテンプレートで覚えていただきたいと思います。I used to work as 肩書き、発音 used to に気をつけること、それから as の後ろに肩書きを置く、それだけです。じゃあシャロンでやってみます。シャロンは、秘書さんだったんですよね。ということは皆さんせーので言ってみましょう。せーの、I used to work as a secretary。うん、いいですね。正解できました。じゃあ次、ヘザーは以前は研究室のアシスタントだったよ。言ってみましょう。せーの、 I used to work as a lab assistant。 正解できました、うん、このもうテンプレートをずっと繰り返して言っていただいて、自分のバージョンもご用意していただきたいと思います。ただ、もう一つの言い方も紹介したいと思いますので、皆さん、この、パターン、もう一つのテンプレートが、を言いましょう。それが I used to be 肩書き、 I used to be 肩書き、 I used to be 肩書き、うん、文章短くなりましたよね。used to の後ろに be を言って直接肩書き、何々として働いていましたよっていう風に言うのではなくて、以前は何々でしたっていう風に直で、肩書きを言ってしまうパターンがあります。そちらも案で勉強してみましょう。せーので言ってみましょうね。せーの、 I used to be a receptionist。 正解できました。じゃあ次、シャロンで言ってみましょう。 I used to be a secretary。 Yes, very good。 次、ヘザーで言ってみます。アシスタント、 I used to be a lab assistant。 Very good。 できましたということです。この2つのテンプレートを行ったり来たりがすぐにできるようになりましょうよっていうことですね。で、後半になりますと、I じゃなくて She とか He とか、という主語になります。というのも、ディーンとヘザーがアンについて話してるから、ディーンとヘザーがあくまでサイモンについて話してるからなんです。そうなるとどうなるか、変わってきちゃうのかなとか、 He だから She だから変わるのかなっていうと、実は変わらないので、そのまま先ほどのテンプレートを使っていただくことになります。つまり、ニーナがアーティストだったよっていうふうに言いたい場合、2つのテンプレートで言ってみますと、 She used to work as an artist。 もう1つのテンプレートは、 She used to be an artist。 このようにしてテンプレート先ほどと何ら変わりがないと思います。つまり She とか I とかどちらになっても影響はないということがお分かりになるかと思います。ということは、安心してこのテンプレートを主語に関わらず使うことができるっていうことですよね、うん、そのようにして使いこなしていただきたいと思います。それでは私の方から以上になりますので、復習は ぜひしていただいて、レビューのウィークでお会いしましょう。来週は全部の復習をしていって望んでいただきたいと思います。それでは Thanks for watching. See you next time. Bye bye。皆さん、この解説動画を見ていただきありがとうございます。このビデオがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またいいねのボタンもよろしくね。毎週このようなビデオを出していきますし、これから先の予習用のビデオも出していきたいと思います。アップロードされてお知らせを受け取りたいという方は、チャンネル登録をした後に鈴のマークをオンにしていただきたいと思います。また何か質問がありましたら、もちろんいつも通りコメントを下に残していただきたいと思います。もちろんお返事しますので、ぜひぜひコミュニケーションをとっていきましょう。
それではまた次のビデオでお会いしましょう。 Thanks for watching. Bye bye.